肩痛い。ああ、痛いんだよな、肩。ああ、まあ喉が疲れるなら飲むか、麦茶。でもなんだかんだ好きなんで YouTube 続けてますよ。やっぱ好きでもないやつらはもうみんな脱落してる。なんでかって好きじゃないから、楽しくないからね。好きでもないし楽しいとも思ってないからみんなやめてくんですよ YouTube。 でも一人でやってたら楽しかったら楽しいんですよ。人とやるとね、温度差っていうのがあるんで、うん、人っていうのは大事なんだけどね。うーん、よいしょ、肩痛い。うーん、あー、大きな声出すのってやっぱいいよな。大きな声を出す、なんつうのかな、声を変えないと大きな声が出せないっていうか、いつもの声はね、小さい声用の声、小さい声用の声って感じで辛いんですけど、でも変な感じで、まあ、こんな感じで声を出すとちょっとなんかね、大きな声が気持ち、いや結構出しやすい、明確にわかる、しっかりとわかるね、あ、出しやすいんだなってのがわかる。まあ何について喋っていこうかね。いやー、喋ることがみじんもないんだよね。うん、まあ、こういう時はツイッターを見ようと思うけど、ツイッターなんかツイッターのリスト表示がなんかさ、最新ツイート表示じゃなくて結構困ってる。俺だけだと思う。俺の方、自分でやってるのは見えないんだけど、リストを公開して他人の、まあ俺もう一つの方のアカウントで見るとなんか最新表示になってるっていう、一番嫌なやつだね。あー、嫌だ嫌だ。嫌ですね。うんちうんちうんち。ランランラー、ランランランラー、ラン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 。ランランランラーラン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 あの、真島正俊がシャウトしてます。多分シャウトだよね。かぶせる。シャゲナベイビー、シャゲナワウワウみたいな言うの。多分、シャゲナワウワウの方は多分あれ、シャウトって言うんでしょ。まあ、なんか音なんかかぶせてるやつね。真島正俊がやってるんですよ。すごくないですか？ていうか、それはいいなっていうか、心地いいなって思う。心地いいっていうか、うわ、いいなって思うんですよ。とにかく。いっぱい聞きたいなって、やっぱね、何回でも聞けるんですよ。もう、注意深く、なんかその岡本太郎さんにめちゃくちゃ影響を受けてて、最近の本でやっぱその創作物に対してもっと全力でこれを理解するっていうか、受け止めようって気持ちで見るみたいなことを言ってて、悩むみたいなことを言ってて、もっと真剣に音楽聴いてみようって思ったらやっぱよりよく聞こえるね。今までは流してるだけだからどこかなんかね、どんどん薄れてたんだけど、ちゃんと聴こうって思って聞いた時すごいやっぱり普遍っていうか、普遍っていうのは違うらしいんだよ。スピードとナイフに曰く。うん。普遍というよりは永遠。いいものはね、永遠なんですよ、やっぱり。永遠ですって突撃ロックで言ってるくらいに。いいものって永遠なんだなぁ。マジで。うん。溢れ出てくるものってやつなんか、食い切れないんだよね。うん、水源みたいな感じで、水と何なんだろうな、水と水がいっぱい出てくるの違いみたいな、いいものといいじゃない音楽ってさ、何回か聴いてると飽きるんだよ。何回も聴けないようにできてるんだ。でも単純にあとは好み、マジでこの味が好きってだけ。いやでも最近ステーキにレモンをかけるとなんかレモンステーキってあるじゃん。レモンステーキって響き良くない？あ、なんかやっぱ俺やっぱこの声の方がいいわ。なんか偽ってない感じがいいんだよな、この声は。でもこの声でやると、喉が痛い。喉、大きな声出す。喉が痛いのよ。なんでかって言って、いつもこの声で俺大きな声出してないので。喉が痛いよー。こうするとね、あんまり喉が痛くないんです。腹から声を出すと、
腹から声を出すと、な、腹から声を出そうとすると変な声になっちゃうんですよね。うん、腹から声を出す。はい、どうも皆さん、こんにちは、はじめ教授です。あ、なんか自然体じゃないんだよな、作ってる感じがする。偽りたくはないね。うん、なんか別に嘘つきたくないんだよな、なんか。あ、でも別に嘘、まあ故意的な嘘はつきたくないよな。まあ、自然的なんかさ、もう知らず知らずの嘘をついてるのはね、まあ、それが嘘なのかわからないけどさ。うん、いやー、いいな、岡本太郎最高、河本博人最高、いいね。羽島京志郎のローの字はあれですよ、博人、今の清志郎と、岡本太郎のローと河本博人のローで、ローですからね。後からつけました、岡本太郎は。河本博人の後からです。後からじゃんじゃんつけてこ、うん、こじつけこじつけ。伏線回収、伏線回収、伏線回収、シューシューシュー。でも俺ドラマ好きじゃないんだよな、ドラマ見ない。なんでだろうな。ドラマってまあ面白いのもあるんだろうけど、で俺ドラマ一切見ない。逆張りとかじゃなくて、なんかさ、ツイッター見たら今年辞める逆張りとか言ってるやつがいたんだけど、多分その人多分なんかネタツイッター界隈なんだけど、アイコンも名前も書いて誰だかわからないんだよな。ネタツイッターの、本物のネタツイッターって面白いんだよな。なんかそのネタツイッターってやっぱりさ、構文でさ、遊ぶのって楽しいと思うんだけど、それはなんか違うと思うのよ。やっぱり構文を毎回作り出す側とか、数回遊ぶ側、自分が作って遊ぶじゃなきゃダメだと思うんだよね、なんか。うん。それだと作り出す側じゃないからね。ただ遊んでるだけだから。まあ俺もやってたからな。エレファントビシバシとかね。うん。これで、これでいい、これでいいのだ、これでいいのだ、ボンボンバカボンバカボンボン。いや、今、なんか変な。あ、肩めちゃくちゃ痛い。肩よ、痛み収まれ。肩痛いし、なんか。あ、このお部屋、そうだ、乾燥してるんだった。ごめん。ちょっとさ、今からいろいろ準備してくるわ。潤いの準備しちゃうぜ。待ってろよみんな。この部屋の環境音とね、あの背景のカーテンでも見てな、指くわえて見てな。垂れる。おい！
プドキキ。腰痛て。Don't looking at。Don't looking at。どうも、Don't looking at です。叩いて。ああ。これでいいのだ。あみまみまみ。肩すごい痛かった。痛肩の痛肩たた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 たああ、ああ、ああ、肩が痛いね。うん。ギリギリ。みたいな、なんか、成川慎一郎さんのなんかフードコートで JK が食べるの。あの顔めっちゃムカつくね。ネタバレになっちゃうけどね。なんか下りでね。絶対にギリギリって言ってても。はい！ありがとうございます！今アントニオ猪木ですって言いました。モノマネが壊滅的なんでね。なんで俺もモノマネできないんだよ。恥ずかしいもん、やっぱモノマネ。恥ずかしいことしたくないよね。ああ、肩痛い。痛いよー。はあ。ふざけてるわけじゃないんで、意外に。ただ変な声出してるだけで。ああね、ふざけてやるぜって感じでやってる。な、変な声が出る。キチガイです、もう。本当にキチガイなんだよな。首ゴリゴリやっちゃいけないんだよね。うざっパー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 レロ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 。何しよっかな。コウブタタヌキキツネねんねんねんふんむ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 ん。こぶたんつつつたぬきんきききき、きつねこーきつね天ぷらしいたけおでんかき揚げ厚揚げうどんうどんうどんスーププープープー。歯が痛え、歯磨きしねえからよ。うわ、歯クソすごかった。めっちゃ歯クソ溜まってんじゃん。汚ねえ。俺こんな汚い中生きてんの。うわ、汚いな。うん、汚いから皆さんには見せれませんよ。ねえ、もうそんな汚いもんね。歯磨きしないよな。白くそすごいな。頭かいいな。きつね、うんこ、うんこ、うんこ。あ、じゃあ動画あげるか。Do you remember チンポコポコチンチンポコ。あの最近ね、 あのタイトルつけるのめんどくさいんでつけません。もうつけるのめんどくさくなった。今つけれない、めんどくさ病だから。うずなんで、ちゃんとちゃんと多分鬱でいろいろのせいでね、嫌なんですよね。鼻くそー。キツネ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 。
お寿司っていいよね。お寿司とか焼肉とかってさ。ああ、焼肉食いたいな。なんか分厚いなんか牛タンみたいなのだけ頼もうかな。いいか。なんか俺内容確認してないけど多分大丈夫な気がする。俺を信じる。うん、ダメだったら限定公開とか非公開にします。俺全然坊主になってんだよね。みんな知らせてなかったわ。坊主。やっぱタイトルつけないと全然見てくれないね。うん。やっぱ作品の時も名前つけなきゃいけないしな。キツネ、天ぷら、チンポ、チンポ、東丸、チンポ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 、キツネ。めちゃくちゃうまいうどんが食いたい。まあでも俺今はな、でかいピザが食いたいな。あーコストコ行ってさ、プルコギベイク食いてえわ。プルコギベイクでかすぎて食いきれねえんだよな、あれいつも。今もまた俺小食になったからさ、全然食えないんだよ。あと小食なのとお母さんが量多いんだよ、作るの。やっぱ俺そのせいで絶対に太ったからね。俺のせいじゃないぞ。うん、毒がガキで太ってんの、なんか自己管理不足とか言うけどさ、なんかあれムカつくよな。結局世の中ってさ、自分じゃないものをディスってるだけなの。それって一種の個性じゃん。何が自己管理不足で話なわけで、ハゲてるとかチビだとかさ、身長が高いだの、太ってるだの、痩せてるだの、なんだ目がなんかそういろいろあるじゃん。二重だの一重だの、なんか軽視だっけ、なんか目の焦点が合わないだろう、なんだろうね、貧乳だの巨乳だの、うん、デカチンソチンだの、うん、もうなんかしょうもないよね。やっぱ人を下げてなんかさ、自分の尊厳を保とうとしてるのがしょうもないよね。うん、そいつらは俺もしょうもないって言ってるのはいいよね、別に。まあなるべく言わないようにしなきゃいけないんだけど、それもね。まあでも別にどうでもいいしな。変わるのってやっぱ大変だよね。すごい俺も心的ショックっていうかね、外的ショックがすごい加わったから、やっぱ精神性っていうのもそこまで変わってないんだろうけど、考え方とかも変わったんですよ。いろいろあった、いろいろ変わったと思うんですよ。やっぱ変わるのって大変だよね。でもひどいよね、デブとかも。なんかムカつかない、みんな。うん、なんか俺ムカつくんだよな。俺は。じゃあ痩せてみろって。なんで俺お前のために痩せなきゃいけないの？お前が単純にムカつくんだよ。別に痩せない。俺はお前を殴りに行く。お前がムカつくので。それだけの話なんだよ。なんでそれで痩せるってのが出なきゃいけないの？なんで俺がお前のために変わんなきゃいけないんだろうって。うん。別に俺変わりたくないってわけじゃないの。変わるのすごい大変なの。ね。そういう面じゃなくて、精神的な面で変わっていきたいっていうかさ、デブはそのなんだ、両者なんか場所をいっぱい取ってんだから料金を倍にしろみたいなこと言ってくるしね。ねえ、でも偏見ってしょうもないけど、やっぱさ、つまんない大人っていうか、あんまり面白くない大人で育ったからさ、てか面白くないテレビとかそういう変な偏見の中で育ったから、やっぱ俺にはやっぱ面白くない常識があるよね。面白い常識っていうのがないよね、結局。常識が全部つまんないわけじゃなくて、常識の中にも面白い。でも常識って基本的に面白くないな。ね、野口英世が言ってたからね。なんか偏見のネックレスだっけ？違うよね。偏見のコレクションだよな。偏見のコレクションだよな。なんか18歳か17歳がどうのこうのって言ったけど、
でも俺はそれを言うたびにこれを引き合いに出すのはキモいなってちょっと思ってるので、あんまり言いたくないんですよね。俺の中でやるんですよ。そういう話があるたびに野口英世が偏見のネックレスどうのこうの言い出す言ったら、やっぱ全然俺は殴っていいと思ってるので、うん、殴りませんけどね。心では殴ってる。目を閉じて俺はあんたを殴ってるよ。うん、人の言葉いちいち言いがつきましょう。あと俺が一番嫌いなあいつだからな。あのガンダム作った一番 LA 監督、あいつが若者がスマホがどうのこうのどうのこうのって、確かにそうなんだけど、お前うるさいなと思って俺はガンダムもう絶対に見ません。うん、てか俺世代が違うんだよ。ロボット世代じゃねえの。人の形したやつらが能力持ってる世代なの。ワンピースとか悪魔の実とか世代が違う、それだけ。うん、俺は確かにそのだからロボットと天元突破グレンラガンを好かないな。多分そういうところだと思う。キルラキルが好きなのは言っちゃえば特殊能力に近いじゃん、そういうのを持ってるよ。だからブームでしょ結局。だからトリガーってよくよく考えたらそういう時代のブームにめちゃくちゃ沿ってない？よくよく考えたけど、よくよく考えたってよく言うな。うん。全然考えてないけど。というか、なんて言えばいいんだろうね。なんて言うんだろう。なんか俺そういう癖が多いよね。よくよく考えたけどって言って、よくよく考えたことなんて一度もないので。なんかあんま枕言葉っていうのも使いたくないんだよね。意味のない言葉だと思ってね。適当につけて口癖だと思って もらっていいです。はい。よくよく考えたとか、普通にとか。普通にって言ってるけどね、美味しいですよ、俺別に。普通に美味しいって言ってるけど、美味しいなんです。単に癖でついちゃってるだけ。俺が多分そのやっぱその不登校とかになって、その普通に押し込められそうになって、あ、俺普通にしなきゃいけないんだっていう名残で普通にってつけてる悲しい過去があるので、皆さん俺が普通にって言うたびに泣いてください。うん。ダメじゃん。エンターテイナー失格じゃん。うん。まあね。あ、もうこういう話すると暗くなるんでね。俺は悲しい話はしたくない。なるべくポジティブが好きな理由ってね、基本的にポジティブってネガティブを退けるためじゃん、ポジティブって結局は。なのにさ、メンヘラとかそういうやつらってネガティブに負けてんだよな。でも結局俺は根の性格が明るいだけなんだけど、結局暗い人はいるよやっぱり。でもなんで俺がポジティブを好きかっていうと、ネガティブみたいな暗い雰囲気とか嫌なこととかを押しのけてやろうっていうのが俺好きなんですよ。言っちゃえば一つの反骨精神ですよ。反骨なのかもしれない。ポジティブっていうのは。ネガティブに対して。でもネガティブな奴らってメンヘラとかってさ、俺のね、あれいるんだよね。あの、神山千尋って人がいるんだよ。今モデルとかなんかやってんのかもしれない。その人もすごいメンヘラなんだよね。うん。メンヘラだからさ、ねえ。すごいメンヘラ。ネガティブに負けてるんだよね。って思ったけど、それを言うのはなんか良くないなって思った。だって性格じゃん、結局。明るいやつは明るいし、明るくないやつは明るくないのよ。でも俺がそいつがインスタグラムで言ってたのはあれ好きじゃないんだな。なんか雪で楽しむやつは好きになれないっていうのを言ってて。単純に俺が雪が好きだからとかじゃなくて、そういうのが嫌なの。これではしゃいでるやつはみたいな、ちょっと冷静で私いますみたいなのが、あの、しょうもない。うん。そういうのですか、なんか自分を高めることができないっていうか、単純に自分が好きなものを喋ればいい。なんかあのね、ワンピースもどきみたいなやつがいて、何が嫌いかより何が好きかを勝てるよみたいなわけじゃないんですけど。ポジティブな話してきゃいいのになって思うんですよ。やっぱ口から出る言葉がね、やっぱり体に染み込んでいきますから、やっぱりなるべくポジティブなこととか、ね、笑顔でいなきゃいけないと思うんですよ。笑顔でいるでいいんです。作り笑顔でいいんですよ、別に。にーって。もう笑ってるじゃなくて、口角を釣り上げるって感覚でいい、俺は。辛い時はにーってやられてるんで。お母さんがね、くしゃみするとすごい不快なんですよ、お母さんのくしゃみって。でけえの、音が。えっしょーみたいな感じで。俺はいつもさ、変なくしゃみをかれてね、ぴしょ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 みたいなさ、ふざけてんじゃん、くしゃみ。うわぁ、わっしゃっしゃっしゃみたいな。まあ、こんな感じでやってない。俺がくしゃみするときはどんなのかわかんないけど、いつも結構適当にやってんのよ、くしゃみ。なるべく同じくしゃみを二度やりたくないの。でもなるべく喉も痛くないようにくしゃみしてんの。変なくしゃみするとすごい喉痛いじゃん。ポッシャみたいな感じでやると、プチンって鼻がすごい痛くなってするの。喉痛えな。やっぱ麦茶、お茶って絶対さ、喉の油取ってるよな。やっぱ俺油飲んだ方がいいよな。なんかその、爽やかな油ってない。うん。
喉をコーティング しなきゃいけない。でも冷やしてんのがいけねえんだよな。めちゃくちゃ氷入れて飲んでるから麦茶。あー寒いな。あーあれやるわ。きつーね。お肉天ぷらかき揚げナースチューリップうどんうどんうどんスーププープープー。どうもキチガイです。キチガイでいるならばキチガイでいればいい。なーにしょっかーな、なになにしょっかしょっかーな、な、しょっかしょっかー、なになにしょっかしょっかー、なにしょっかーな。今俺金がねえからさ。金がないなないないない。お金ないよ。お金がないと漫画が買えないよ。ないなないなないないない。金がないから漫画買えない。ない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 。チンポザワールド。チンポチンポザワールド。ちゃんちゃんちゃちゃん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 。まあ俺が面白いっていうよりは俺が好きって感じだよな。やっぱ俺喋ってる人好きなのよ。元気に喋ってる人好きだから加藤純一さん好きだけど、最近喋んないじゃんあの人雑談。チンチンチチンチンチン。俺ゲーム興味ないんだと思うな多分。みんなやっぱさ動画とか創作活動してないじゃんって言って、俺カッコつけて言ってるわけじゃなくて、こうやって独り言で喋ってるのも一つのやっぱ創作作ってると思うのよ。作ってるっていうかなんか、まあ、作ってると思うのよ多分。ああ難しくはないんだけど作ってるんだよやっぱり。うん、難しいとか技術がいるもんじゃないと。まあ面白いのは技術なのかな。まあでも面白いのはどっちかっていうと才能だよな。単純に俺が面白いってだけだから。うん、才能で面白さ。でもやっぱ面白いものを見ないと俺はここまで面白くない。で面白いものをいっぱい見ようって話。いやもう俺もなんだかんだ言ってミーハーだしな。金属バットとか見るし。金属バットとかあれなんだね。あの女がいっぱい見てんだね。変なの。うん、女が見るんだな。でも女ってキモいよな。すぐなんかさ、不女子っつうのかな。ああいうの嫌いなんだよ。水溜りボンドがどうのこうのとか言ってるやつ。水溜りボンドの女ファンなんか全キモいもんな、やっぱり。でもやっぱキモくなるもんなんだよな。しょうがないの、女っていうの。女ってそういうもんだから。うん。でも、鬼滅の刃はね、面白いな。鬼滅の刃のあの人、女なんだ。わかんなかった。ちゃんちゃんちゃちゃんちゃんちゃん。性別ってどこでわかんの？鬼滅の刃作者女。性別とかどうでもいいわ。知らなくていいわ。うん。でもあんなむちゃくちゃな名前で女なの。ガビマロみたいな名前でさ。名前覚えられないんだよな。あいつもわからねえ。なんかさ、面白い漫画描いてるやつ名前わかんねえんだよな。うん。尖りすぎ、名前が。チャラちゃん、チャランチャランチャンチャチャンチャチャン、チンチンチンチチン、チンポッポ、チンポチンポ。何しようかな。何もすることがねえな。することはないことはないんだろうけど、エネルギーが少なく楽しいこと、エネルギーを使うのが少なくて楽しいことってなんだ。いやもう一日喋るか喋らないかで全然違ってくるわ。一日の楽しさが。あ、もうすぐ30分なんで。